クラッチチャンス。箱ぐらい作ってくれ自分で。ごめんね、謝れよ早く。おいアットマークエブリアン高木で落ちた笑だってさ、高木の動説5倍に跳ね上がった2択ミスった VDK のせいにしよう。まあ、多分プルニが落ちてたよ、あと数十秒待ってれば。誰かいる。ペイペイとアディダスのアプリだけはねめちゃめちゃ使ってるわ。こんにちは、僕 au ペイめっちゃ使ってるっす。わ、 au ペイ派すか。自分ちょペイペイ派なんですよね、はい、ペイペイの方がでもいいですよ。うかなてぃー、うーすー、おはよう。おはよう。ペイペイっても音がやばいじゃないですか。ペイペイペイスクラッチチャンスって言うんですよ、ね、スクラッチチャンスがねやばいんですよね今。え、箱置いてよ、ここ一回ここで玉パンパンに詰めるから。結局向こうに運ばんといけんやん。うん、運ぶから。まだできないでしょ。箱ぐらい作ってくれ自分で。いや、そりゃそうだろ、俺が作る理由なくね。建築任せろって言ったのに、うん、箱は建築ではありません。そりゃそう、箱ぐらい作りなさい、アリケン君。ねえ、ほんとになんかこれで俺が悪いみたいな。違います、適当に箱置いたら怒られたことがあるから作ってもらってるんです。それはじゃあもう、イフナさんも悪い。謝れ、謝れ、お互い。ごめんね、謝れよ早く。おい卑怯者、謝れよ。ごめんね、謝れって。さて、建築しますか。ほんとに謝んないんだよね、こいつは。ベジータの5倍プライド高いから、マジで。うん、俺はプライドを捨てたら何も残らないぐらいプライドが高いから。スーパーサイヤ人になるなら許すんだけどな。よし、モンド、じゃあとりあえず行ってこい。え、これでは増やせないよ。いや、お前100個あったら100万個作れるって言ってたぞ、お前昨日も。1000個だよ、1000個。じゃあ100個で10万個作って。一旦20にかけるわ、こっからでしょ。勝ったら4000です。ありがとうございます。4000からちょこちょこ増やすわ。始まりがおかしい。4000はもう一般人にとってはゴールだろ。ボス行こう。使ったらちゃんと、ボス行こう。え、なくなった。絶対終わったやん。うん、200個なくなった。俺のスクラップなんだと思ってんだお前。まあ、ファームをしながらボス行くべ。もう200個なんて金じゃないよ。そうだぞ、うちの財務大臣がそう言ってるんだ。そうだぞ。金でも、もう金でもないんだもん。チームのために使ったスクラップ1万超えてるぞ。確かに。そりゃそう、うちの財務大臣だぞ。逆らうな。モンドさんが気持ちよくギャンブルできるように我々働いてきます。いいね。ボス行くか。ユフナさんボス行く。もう少し待ってください。連絡持ちのボスか。強いな。お前なんか上に乗ってる。アモトクすごいとこ。え、はい、それダメージ入ってる。青服にはダメージ入ると思う。あいつらは距離制限ない。あれ？プレイヤー？に返さないとね、チームメンバーの持ち物も全部雪玉に変わるから。いくらですか？まとこんない。高まってない。なんかでもめっちゃいい交渉いっぱいあるけどね。1200。今手持ちに700あるのでついてきてくれませんか？おお、来たじゃん。今からちょっと待ってください。さんもありがとう。ちょっと待ってくれ。俺服がないわ。何ぼかければもう全掛けだ。そう、放射線を防ぐ服があれば。今待ってんのかな。ファミリーの借金はファミリーが返す。大会に最も近い男だぞ。の都内のそこだけはっきりしといてほしいんだけど。おっとアリケンは今ギャンブル場にいる。おい、現地で僕ら待ってるって。ねえアリケン、お前報告しろマジで。どっちか来ないんだったらやめるから。アリケン、これで借金チャラだ。マジ？オッケー、行く、待って今。一人きっかり1200。かっこよ、あいつ。あとね、一応ね、モンド君も1200借金してた。待って、今どっちやったらやりたい。やんないなら、やんなくてもいいよ、別に。そう、俺も他のことしたいから。ちょっと、行く。何分？すぐ。何分？え、俺、どっちだっけ？俺はどっちだっけ？ジョイン B かな。B。ジョイン B ね。弾もったいなくて大丈夫か？来た！知らん。やべえ！こんな感じか。弾なくなっちゃうよ。入れない。みんなこうやってやったら足音消せるからね、こうやって。どうやって？これを。そう。おっ！知りたい。しゃがむ。え、入れなくない？このしゃがむ連打。ここじゃない？ここ。これ。あれ？おい！ウルカさん間違えてるやん。おめえどっちだ、おめえ。あれ？本当にウルカさんが B にいる。てか、高木が入っちゃってんだけど。え？ミスってんな、あいつ。高木はそもそも2試合目だ。あれ、なんか。高木？フリーズした？今めっちゃ全員。あれ？みんなこれ今止まってる？え、みんな止まってる？ちなみに。止まってる。俺も止まってる。え？柴原も止まってる？止まってる。ゲームが止まってる今。え？エブリュー、アットマークエブリアン、高木で落ちた藁だってさ。高木で落ちた藁。頼む、ロールバックはやめて、本当に。高木で落ちた。
はい、PVP 終了。楽しかった。マジすいません、押してしまいました。ちょっと俺あいつの焦ってる顔見てえよ。高木が全員2000スクラップ、俺がファームする。あれ、あそこじゃない、あそこ押しちゃダメなんだ。番の時に番になったら、そうそうやるのよ。ごめんなさい。ガチでおもろい。おっしゃいました。すげえな、これで落とせんだな。一人でディードスできるんだ。あなたの番ですよ。で一人ディードス高木押しました。押し、押すべきなんですね。リードサッタつってたよね。高木がどうせ5倍に跳ね上がった。これって止まってるの？ごめんなさい。うわ、ごめんなさい。いや、ね、こっちてかもっとゲームてかサーバー落ちてる。絶対に間違えないでくださいで、ね、間違えた、ごめんなさい。今僕自販機の方いるんだけど。ここだぞ俺、ここ。自販機のとこで時間が。いや、ここだぞ俺。試合間違ってんだよ。試合が間違ってる。入るリング間違えたのあった。めっちゃごめんなさいって言って、めっちゃ焦ってるこいつ。やばい、一回落とさずロールバックしたらすまし来た。やめてー、もう一回補填作業無理。せっかちなもんで。ああ、どんまいどんまいどんまい。ほんま頼む、俺のエンチャントがやばい。いや頼む、ロールバックしないでください。同じしてるのかこれ。ロールバックしないでください。お願いします、お願いします。一生お願い、一生お願いをここで使う。いや最悪運営さんから補填された分だけあればいい。もうフードとバンダナは全然もう引き直すからお願い。いざとなったら一緒に謝ってやるよ高木。いや申し訳ない。みんなで謝るか。今もう押さなきゃよかった。マジであそこそもそこから高木が急に浮き出した。かわいい高木。ここ、いやちょっと迷ったんですよ、ここ押していいか。うわ、なんで押した、マジで。そんな、そんないいよ。押すとかじゃないんだ。そんな、いや、二択ま、二択ミスった。今じゃないんだよね。二択じゃないんだよ。どっちもしてもらうかわいそう。いいか、そうじゃない。責任感じてそう。まあ、焦るよね。正直ちょっとかわいそうではある。普通に間違って入ってもワンボタンで抜けれるとかだったら何の問題もなかったはずなんだけど。わかった。これ、俺らがどう責任を取るか考えてたけど、これ VDK のせいにしよう。やばい、やっちゃった。いや、俺、そうしましょうって言えないです、釈迦さん。やっちゃった。いや、なんで押した、なんで押した、マジで。2個、なんで2択間違えた、あそこ。どう責任を取ればいいですか、土井さん。返します、これ。まあでも高木のいいところはこれで申し訳なくなってるところなんだよな。かわいいよね。うん。あと数十秒待ってれば俺じゃなかったのに。面白すぎるやろこいつ。まあでも多分プルギが押してたよ、あと数十秒待ってれば。いやー、あと20秒でプルギだったなこれ。惜しい高木でしたか。いいね高木、美味しいな高木。でも美味しいと思う余裕すらなさそう。